あともう一回、もう一回取りたい。おお、すげえ、やべえ。始まりましたバルヘイムの時間でございます。はい、今回も頑張って北欧していきましょう。私 FB37 です。そして北欧のバイキンガーキックマックスです。マルモットです。ヨウです。では早速やっていきましょう。ここに捧げんだ。ええ、あの最初の地点に、うん、あ、犠牲の石って。エイクス流の力を授けられた。必要な時に使うといい。次の目標は黒い森にある。あー、黒い森が失われた宝と資源を見つけるのだ。お、走りとジャンプの能力が上がるだって。え、でっけえ。ジャンプスタミナ使用マイナス 60%、 走りスタミナ使用マイナス 60%。 強っ。え、永遠に？これ、わかんない。ここ全部なんかそのボスのあれを捧げるところなんだ、スタートして。そういうこと。なるほどね。へえ。あれ、準備完了って左下に出てんだけど、どういうこと？あ、鹿のツルハシでレベル高いツルハシ作れる。鹿のツルハシ？鹿の枝で。おお、いいね。イエーイ。で、1匹につき1個か2個作れるっぽい ね。もう1人分作るわ。はい、早い者勝ちです。入れます。これ、ういこれ自分で作れるからいいっす。イエーイ。ちぃ、ツルハシを作った。あー、これでね、やっと掘れんのね。海岸では鈴、地面には銅。さあ、行って地面を掘るのだ。石とかも壊せんのか。あー、やっぱそうだ。力発動。これはでかいっすね。で、これ、XL の力を発動するのはどうすればいいの？もう発動してるわけじゃん。発動してんじゃないかな。あ、違うね。準備完了みたいになってる。いや、多分してないわ。なんか発動するボタンがあるんじゃない？見捨てられし者の力を使う。これだ。これだ。F じゃない。F だ。きたー。あ、20分。でけえ、20分も。でけえな。めちゃくちゃでけえじゃん。わー、全然変なくなった。あ、これあれだぞ。多分20分はクールタイムで、発動時間は5分だわ。あ、そういうことか。やばいやばいやばい。5分もあれば。誰か助けてくれ。このスケルトン星付きだ。いって全力。これ一発食らうと結構食らうぞ。多分30くらい食らうと思う。この強い。こんなにタコ殴りで倒した。おお、よしよし。今のスケルトン T はやばかった。黒い森ってどこだったっけ。よう言ったよな、さっき。左の方だね。結構掘れますね。あれ、水が出てきた。掘ったら水出てきたんですけど。あいつ何もないところ適当に掘ってやがる。掘り進むか、お前は。どうやらそのようだな。どっかでどうだかを見つけたんだよな。これだ、黒い森。ちなみにどれがどうなんだろう。あ、なおそう。なんか地面にあるんだよ。地面にあるんだ。おお、なんか街中っぽくなったぞ。でもやばそうな。あ、これじゃない。あった。あ、鈴鉱脈。やべえのいるけど。どういうこと？いやいや、あれやばい、やばい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 。無理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 。逃げろ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 。やられてんだけど。いやいやいや、やばい。もう明らかに勝てないってわかるぐらいのやつが来てる。巨人だよ、巨人。いい。結局やべえ、こっちターゲッティングしてる。逃げろ。ダメだ、あれは。あれ、盾って役に立った？盾まだな。まあ役には立つよ。作っといた方がいいか。なんか光ってる、目の前。溶解炉で精錬しないと。火事場で溶解炉を作るにはスルトリングの核が必要だ。地面の下の暗い場所で探すのだ。
スルトリングの核。とりあえずはじゃあやっぱり精錬の仕方を覚えるのが先決か。そうだね。そのようでございます。やばい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 、マルタマジ危ねえ。マルタは危険だからな。今のところ一番攻撃力が高い攻撃力はマルタだから。はあ？何？もう訳が分かんなかったんだけどでもこれで石には困らなくなったな。そうね、確かにこれはでかい。なんか家が見たことある光景になりそうよく見てたそれ。しょうがない、やっぱ効率重視になってくるから。うんうん。あ、ウィーさん、何ですか。洞窟やダンジョンがある。それはこの遺物だ。ああ、洞窟だこれ多分。あ、いいね洞窟。なんかいろいろありそうじゃない。ファントムブラッドファントムとかありそうじゃない。あっち、ファントムブラッドファントム。ちょっと入ってみよう。入ってみたいと思います。埋葬室。なあ、あいつタケルさん見ないよな。こう一人で来るとこじゃねえぞ多分あ、無理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 、もう無理もう無理、帰ります。あ、テンション高すぎるだろね。ないや、もうスケルトンの巣窟ですわこれ。嬉しそう。なんかスケルトンの巣窟。そう、帰ります。わあ、いた、トロル。お、トロルと戦い挑め。お前、お前ならやれる。トロル討伐隊。ああ、なんだって今キー一発で投げ倒したんだけど大丈夫、お前ならやる。お前も投げ倒せ。お前もやればいい。50くらったもん。無理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 。いけるいける、ホークするな。そうだ家までついてくるぞこれ。やべえ、やべえ、あいつ何してんだてめえなんてやつだ。天の下の暗い場所ってもしかしたらあるのかもしれんな。おー、やっぱこいつキー倒してくれるから露出してんのかな、そういう場合。お前ペットみたいに使おうとしてんのやべえ、あいつ本当に出てきやがったバカかとんでもねえやつがいるようだな。これこのキー倒してくれるかな、オープンキー。ほい、お、ほれ、そう、当たんねえ。うわ、当てるぐらいこんな図体できるんだから。うわ、ザンネックに槍が当たんねえ。てキックに出動せよあ、どっか行った、どっか行った、どっか行った、どこ行った。あっちか。 HP400 くらい。おー、ダメージ4分の切り、ダメージいくんだ、やっぱすげえな。やばい、これからいいぞいいぞ、減ってる、あと半分だ。よし。おお、倒した。奥の木倒した。倒したけど、丸太を今度倒さないと。その丸太をなんとかこいつに倒してもらえれば、もしかしたら。よし。確かに。よい、頑張れ。お、いける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 。おお。奥の丸太。なんか意味あるかこれ。いや、奥の丸太にあるとめっちゃいいかもしれない。いてー。もうちょっと、もう一回。キック、ちょっと待って。分かってる分かってる、ギリギリまでやってる。やばい、これは。おお、気になったぞ一応。おお、あともう一回、もう一回取りたい。おお、すげえ、やべえ、これはマジよくやったよ。よしよしよし、倒す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 、もういいだろ、やれやれ、倒すぞ。やべえ、俺だ、とどめだ、倒したー。よっしゃー。あ、上質な木か。上質な木だよ。あ、トロルのトロフィー手に入ったぞ。持てねえ。持てねえ、重いわめっちゃ。いや、持てるわ、気のせいだった。あれ、上質な木、持てない。いや、一回帰ろう。よくやった、これは。もしかしたらちょっと飛び級したんじゃないね。俺らやばくないこれ、 RTA じゃねこれなんで田舎を見てるなんか作れるのか、これで。タンカードが作れるんだったね。タンカードって何これ。なんかスコールって書いてあるまず謎の旗が作れるようになったし、腰掛け、椅子、
長い椅子。あ、その辺やったらまたあれじゃないの、アップグレードできんじゃない、アップグレードっていうかラフト、グレード上がんないんですかねこの家の。可能性は全然ありんね。いずれ畑とかつくんだよね。まあ作れそうだけどね。うん、 HP に一気に200アップとか、タロイモとか作れるようになったら。タロイモデラックスはあるらしいよ、1個食うともう億万長者になれるって。すげえ、すげえ億万長者。あれ、川のなめしだいって前からあったっけ。いや、ないと思う。それあるとまたレベル上がるかも。これ自体なんか役割果たすのか。作業台のアップグレードだったら作業台の近くに作った方がいいって言って、念のため。いや、まあ結構ある程度範囲あるっぽいんだけどね。結構でかい？いや、そんな大きくない。はい、おお、変なところにいたな。本当だ。おお、先ほどアップグレードした。おお、これはでかいね。材料は全く足りない。いや、布。布めっちゃ使うな。布やばいわ。切れ端か、皮か。皮が必要。地下探索でも行ってみる？行ってみましょうか。その黒いやつも、そろそろ取りたいな、マジで。なんだっけ、スケルトン T の骨だっけ。そうそう、いいね、あいつドワーフっぽいわ。やっぱお前のことザ・北欧って呼ばせてもらうわ。ザ・北欧、やっぱこいつはトロル家まで連れてきた勇者だからな。確かにね。あいつマジ普通に倒すのにどうすりゃいいんだ。まあちょくちょく弓打つしかないんじゃない、さすがに。鉱石をどうにかしろって話だよね。あ、そうだね。それで剣とか出てきてくれればね。確かに。つきます。ここです。おお。おお。ここは怪しい。聞け。あ、不義んだ。長くしないと文明の富が多く残されている。あ、しかもマップ変わるんだ、ね。なんだここ。松明持たないといけないから結構大変なんですよ。そうな、俺の松明しかもう壊れそうじゃん。松明も、あ、琥珀の忘れたな。おお、いきなりスケルトン、デスケルトン。しかもこいつでもハマってやんの。うん、だっせだっせ、入ってきた。ハマってねえじゃん。よしよしよし、危ねえ、ねえ、いいぞ。でもやっぱこっちも人数がやっぱパーティープレイだとなんとかある。そうだね、黄色いキノコ、こいつ生意気にも剣持ってるからよこす、その剣。でもその剣はドロップしないからな。これ若干怪しいな。いや、でも壊れなそうな。まあそうなんだよね、ダメージが出ないと無理だろ。スルトリングの核だって。おっとー、やったー、神よ、お前のこと北欧パンの神って呼ぶわ。じゃあ洞窟にあるって言えや、フギンよ。どこにあった。あ、もう取った。普通に飾ってあった。あ、飾ってあったの。ああ、そういうこと。だからここ見てれば見つかるんじゃないかな。まだ行き止まりだ。あ、意外と広くなさそうだ。そんなに広くねえんだ。来た、強い。あ、やばい、アルマがやばい。熱い。一回逃げろ。どうなってる、そっち。ゴースト、ゴースト、やべえ、めっちゃ硬い。やばい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 、殴れ。やばい、死に殺せる。逃げるやつは、よし、引け。おい、倒したゴースト。ゴースト死んだ。ゴーストめっちゃ強い、やべえぞ。ここの左、お、まだ石碑だ。あ、スルトリングの角めっちゃある。よし、琥珀、琥珀ね。ビクション長老、なんやねん。は、もうまた多分ボスだなこれな。そうだね、長老。何をすればいいんだこいつは。長老を支えればいいんじゃない。あ、違うわ、これあれだ、あの長老の場所がマッピングされたんだ。ああ、そうなの。ああ、ここで呼び出すわけじゃないわ。なるほどね、本当だ。そういうのがあるのか。めっちゃ遠い。じゃあもうここでの用は終わったのか。
こっちも完全攻略したんじゃないこれ。うわめっちゃ来た。やべえやべえ、残っとるわ。下がります下がります。キノコ取って、いいね。俺は明かりとっても知ってらっしゃるから、やっぱたわしが欲しくなってるな。じゃこの状態だったらたわし装備したくなるね、うん、いいねいいね。数の方終わったんじゃね。ここクリアじゃん。出口どこだろう。出口はまっすぐ行って右ストレートでぶっ飛ばす。これっぽいな。やったクリア。もう一個スルプリングを。もう一個あんの。うん、わかった。じゃあ俺とヨヨは行ってくるわ。アロマアスルトリング作りたければさっき帰ってくれ。ああこれだ。やばそうな洞窟だぜ。よし、もうちょっとアイテムいっぱいな。石いらないか。石ね。でっけえ釜。でかいんだ。ててなんか無理だ。やべ星好きだ。やばこいつ弓だ。キノコばっかりだ。ああ間違った、こっちか。溶鉱炉か。間違った、違う方作っちゃったな。炭焼き釜。これす、ああまあ炭が作れるのか。すげえ、ポータルまで作れんじゃん、ストリングの家具で。あ、そうなんだ。うん、俺拾ったか。あ、今俺拾った。あ、FE 拾った。あ、じゃあいいよ。スルトリングある。あ、ここにもまたなんかあるな。あ、やった、ここ骸骨あるけど。スルトリング家具めっちゃある。あ、また同じだ。なんやねん、キノコを持って帰ろう。うまいかもしれん。どう、なんか超絶レアアイテム入ってない。うん、なんもない。やっと羽、羽毛持てるなら持ってくれ。はいよ。俺も持てんわ。なんだ俺、超絶カタツムリが入ってるもんだと思ってたのに。探索完了、神完了。はぁ、やばかったな、超絶カタツムリ。いやもう無理でしたね、ギリギリでしたね。あぁ、また炭がいっぱいできた。炭は何使うの。炭を作れるの。わかりません。おぉ、看板作れるよ。看板看板。でもあれかもしれない、もしかしたらその炭を使って溶鉱炉を動かすのかも。まあありえるわ。ありえる。溶鉱炉できた？今作るわ。俺は持ってないんだよね。まあ2個しかないけど。多分大きさ的に外にしかできなさそうだけど。オッケー、作れる。じゃあ一応釜ここに作ったから、この辺に。だ、釜でけ。釜でかいんだったから。ここできた。お、できた。フィンさんが聞け選手を。すべての不純物が溶け出し、あとは精錬火事場。あー、炭が必要。わー神、ちょうどよかったな。なんでこんな小声やねん。どこで使うんだ。で邪魔だよこの鳥。あ、こっちだ、こっち。わー、こっちか。でアイテム、加工できるアイテム持ってません。僕は持ってません。どう、入れてると思う。追加した、やったー。タラちゃん、この味どうかしら。ブーデル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 デー。わかんないじゃん、おじゃる。誰、じゃる丸来た。多分こっから吐き出されるってことかな。そういうことだよね、多分ね。できる瞬間を見てみよう。おー、吐き出せた。おお。やった、どうができた。これで剣とか作れんじゃないの。かね。どう、アロマ、何か追加された。ね、火事場が増えたから。ああ、なるほど、火事場で今度は。まあ今日銅があと6個必要だね。いやー結構だね。2個ぐらい欲しいな。木のまただいぶ切ってこないとダメだな。まあとりあえず寝るか。そうね、いっぱいできてるから。朝になってるし。確かに関係あんの。あ、関係あるわ。できる、めっちゃできてる。どう、6個。よし、アロマじゃあ渡すから。あー、丸太が転がっていく。やめろやめろやめろ、そこまで進んだら。まずい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 。うわっ、痛ぇ。痛ぇ。うわ
撃てーよ。ワンスは丸太が急に転がっていくもんでね。タンカード。ああ、青銅とか。青銅にしないと作れないとこか。青銅ってどうやって作るの？あれ、なんか俺鈴今ゲットしたんだけど。あ、鈴を使うの？そう、作ってみようか。わあ、鈴、あ、違う、青銅作ったらめっちゃいろいろ作れるわ。うわあ、青銅ね。それは鈴と銅があればいいの？鈴1個と銅2つで青銅1個作れるんだけど、でも例えば青銅の斧とかで青銅が8個使うから結構きつー。マジ作れるわ。じゃあもう銅も全然必要です。正直この鎌とか溶鉱炉も足りねえわ。あーやべえ、地道にやっていくしかねえな。また洞窟探検行かないと。エンドコンテンツだこれ。トロールさん、トロールさん頑張って狩れば強い装備作れるぞ。トロールさんに矢でどれぐらいダメージ与える？あのね、矢15発ぐらい当てれば出せる。誰かヘイト勝ってないと、取ってないと多分無理じゃねえかなあいつ。危ねえ、いって。いやでもヨーヨー一人で倒したから。そうだね、うん。嘘松だ。やべ、危ねえ。あいつは強いわ。死ぬ、死ぬる。アロマ今行くぞ。死ぬルート君？死ぬルート君だ。火が消えた。あれ？あれ？アロマ死ぬルート君じゃない？これ。死んだルート君だ、アロマが。怪物が多すぎなんだよ。視界を遮る。あれ？働いてなくない？こいつ。よころ。隅がないんじゃないの？隅を入れますよ。隅満杯。隅の符は？銅が入れてないかじゃないの？むっちゃ銅入れないといけないの？は？そう。そりゃそうじゃない。そういうことか。無から何かを生み出してくる。銅鉱石取ってきて入れなきゃいけない。それはちょっと甘かったんじゃない？考え。考えが甘いね。じゃあ銅取ってくるか。銅銅銅。常にあそこを動かしておかないと全然できないから。そうだね。トロールだ。アロマが少し頑張った形跡がある。いや割とちょっと早いんだな、こっちより。おお、今クリティカル。危ない。くそ、俺も助け出しするぞ。オーケー、今寝る。ああお前に行ってる。逃げろ。逃げまーす。もうでも倒せる。アロマの仇を撃つぞ。よっしゃー。いやー、皮何枚手に入る？トロの皮1枚 ?1 枚だけ？あ、いや、5枚入ったね。ああ5枚入ったら1つ装備作れるから、鎧かなんか作るといいよ。まずは鉄鋼脈じゃ。そうだな。とうとう俺らはトロルさえ狩れるようになってしまったのか。スズがな、遠いんだよな、ちょっと。なんだこの家の壁は。いるか。俺が苦労して作ってるのに。そうです、キックの生きがいを奪うなよ、お前。そうだよ。もしかしてこっちから入れる？いるかいらないが絶対いらねえだろ、そりゃ。そうだ。なんで作るんだ。ひと、お前。見た目は大事だろ。キックの磯貝だぞ。ま、人生は必要なものだけでできてるわけじゃねえんだぞ。お、塀の中にゴブリンいるやんけ。いるねえ。何のための部屋なんだ。完全に入られたね。だって部屋として役割果たしてないだろ、今の時点でまだ。うん。現状まだ塀ではないから、ただの壁だから。帰ってきました。まあ、とりあえず、溶鉱炉と窯ができたところで、まあ、文明開化の音はし始めてるので、あとはひたすら、銅を入手して、青銅にしてですな。やべえ、これバーサーカーいるんだけど。俺のやりのレベル、俺が上がったから今で。そして俺もかっこよくなったもんだ。こいつ俺ナウシカで見たぞ、これ。俺ナウシカじゃない、これ。完璧。いただね、これね。いたよね、これ。いたね。やべえ、ナウシカなんだけど、俺。というわけで次回も頑張っていきましょう。皆様
MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますのでぜひご登録のお願いいたします。リンクの方はこちらとか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 、あとは下の概要欄にもですね、リンクの方貼っていると思いますのでぜひご登録の方お願いいたします。ありがとうございます。